こんにちは、札幌内美容室葉山歌手の後藤です。今回はカラーの入荷時の裏技を公開したいと思います。多分皆さんあまりやられない技かと思うんですが、僕個人で、やっている裏技の一つです。今スローの、根元の方がスローのアッシュの銃とブルー混ぜて、毛先の方は、スローのアッシュの6トーンと8トーン1対1で、もともとは12から13トンぐらいあったんで、今トーン落としました。で、放置20から30分ぐらい置いて、これから入荷なんですけれども、今少しお湯で流した状態 でここでちょっと使えるものが実はありまして、これ皆さん多分知らないと思うんですけど、パーマの乳液なんですよね。で、パーマの乳液の加水の 3%、1.5% ぐらいの濃度でいいと思うんですけど、 1.5 から2%ぐらいでいいと思うんですけど、ちょっと加水をつけて乳化していきます。ちょっと今片手で、ちょっとスマートフォン持ってるのちょっとなんですけど、このように、ちょっと材料費はかさんでしまうんですけど、これをやって乳化していくことによってより色の定着がちょっと良くなりますので、これでちょっと少しつけて乳化をして、それからシャンプーしていくような感じにしております。これちょっとした裏技で、多分やってる人ってほとんどいないんではないかなと思ってはいるんですが、このような感じでちょっと加水を、加水濃度高くなくていいので、これでちょっと乳化をしていくような、ただ手に傷がある方だったりとかは手袋した方がいいと思うんで、ちょっと手がね、傷口に染みたりすると思いますので、そういう場合はちょっと気をつけてください。で、ちょっと紹介しますと、うちトリートメントが、このケラチンのちょっと汚れてますけど、ケラチンの、トリートメント、これ2種類入ってるんですね。で、その後に、もう1個、ちょっと分子量が大きいケラチンのトリートメント、それから、これはキトサンなんですけど、これ分子量大きめです。はい。ちょっと今これはないんですけど、中入ってない、ちょっとしか入ってないんですけど、これは糖質というか、ちょっと、ノニオンですね。どっちも持ってない、中間のものです。あと、トリートメントでやるのは、この辺なんですね。これをちょっとうまく使っていくような感じで、トリートメントをちょっとして、これからシャンプーしてやっていくんですが、裏技もしよろしければ、結構使えるので、入荷時にちょっとやっていただければいいかなと思いました。失礼します。なるべく動画の方をまめにアップしたいと思いますので、皆さんいいねやシェア SNS でしてくれたらありがたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。